葉圏でを盛り上げたいですよね。うん、まあロッテで17年間いたんで。はい、さて、1月の上旬に開催をされましたパーソルザラストゲーム2021に参加をされました。はい、まあ、これは2020-2021シーズンで現役を引退した選手の、まあ、引退セレモニーを兼ねた特別試合ということで、はい、今回初開催だったわけなんですけれども、内さんどんな時間でしたか？めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかった、はい、一番保守で出場されたんですよね。はい、キャッチャーで出ましたね。なぜキャッチャー？もうキャッチャー好きなんですよね。あ、そうですか。はい、やってみたかった。もともと好きだったんで、もうピッチャーの球を取るのが好きです。はい、そのサイン出すとか、はい、そういうのはちょっと苦手ですけど、そのピッチャーの球を受けるっていうのがものすごく好きで、なんか現役時代も取ったり受けたりはして、はい、まあ、キャッチボールもしますし、はい、もう座ってこうやったりもしてましたし、座っても受けてたんですか。はい、それがめちゃくちゃ好きで、いつかこう出たい、はい、っていうのがあったので、そうですか、はい、もう自分でやりたいですって、やっちゃいました。まあ、じゃあある意味その夢が叶った、そうですね、はい、試合だったわけですね。はい、まあ、いいピッチャーの球をたくさん受けられて、いやもう本当に貴重な時間を過ごさせていただきました。でもまあこれ試合でしたから、はい、あのサインも出された、ね、もう自分なりに考えてそうでしたか。はい、そしてまあ打っては5打数1安打という恥ずかしい、ね、一番なのにこの成績はどうですか。いやもうバッティングはダメですね。あ、そうでしたか。全くもってめちゃくちゃ手が痛かったです。あ、まあ、もうでも結局その、ね、7回からも登板をされて、はい、でこちらは2回1失点という。そうですね、2失点ですね。あ、2失点でした、はい、あ、失礼しました。まあでもフル回転でしたね。めちゃくちゃ楽しかったですよものすごく楽しかったです。あの、まあ、内さん自身としては2021年4月24日、はい、公式戦の試合前にラストピッチング、それから引退セレモニーということで、はい、催されていらっしゃるんですけれども、あの時はまあ1球投げ、そうですね、はい、で今回はフル回転でいらして、はい、まあ、その ZOZO マリンスタジアムでは127キロでしたか、その最後の。それぐらいでしたね、はい、多分、はい、けどあの時はスパイク入ってなかったんで。あ、はい、そういったことも作用していたと。もう始球式がなるほどだったんで、まあ、なるほど、汚したくなかったって言われますし、はい、今回のこの特別試合はいかがでしたか、うん、今回の投球。いやもうちょっと出したかったですね。はい、どのぐらいだったんですか。135がマックスでしたね。はい、もうちょっと鍛えとけばよかったなと思いました、ね、そうでしたか、はい、なんか140とか投げて、はい、こうまだいけるじゃんみたいな感じで思いたかったです。でもこう作っていかれたわけですよね、多少準備、はい、まあ、けど1年ブランクがあったので、はい、そうですよ、やっぱりこう、うん、思うように体が動かなかったですよね。やっぱ1年間やっぱやってるってやっぱすごいなってやっぱ思いました。本当に改めてそういったことを感じられた、はい、あとキャッチャーやってたんで、はい、疲労が、ね、疲労が疲労がね、言い訳として本当ですよね、疲労感がすごいあったので。それはあると思います。自分から言ったんですけど、はい、やっぱ一番キャッチャー忙しいです。そうですよね、めちゃくちゃ忙しかったです。あの通常はないわけですからね、はい、プロ野球選手と現役の中では。そうですよね、はい、まあでもこういった特別試合の開催というのは選手にとってはどういう位置づけになるんでしょうか。まあ、やっぱこうプロ野球選手っていう一区切りを得ることによって、はい、もう第二の人生を、うん、まあ、みんな歩んでいくと思うんですけど、やっぱそこにまあ、スイッチの入れ替えじゃないですけど、やっぱり引退セレモニーだったりをやらせていただく選手もいれば、全くもそういう場を設けてもらえずこう辞めていく選手っていっぱいいると思うんで、やっぱりこう
そういう選手にとってはすごくこういい場所を、それを提供していただいたっていうのはすごい僕は思いました、はい。まあ、僕はこう幸いにもこう千葉ロッテマリーンズさんに最後やっていただいたんですけど、やっぱりそういう場所を用意してくれたことはすごい良かったですね。で最後にこうまあやって、まあ、見たら分かると思うんですけど、はい、みんなこう笑顔でやっていたので、こう心の底からやっぱりみんな野球が好きなんだなっていうのを再確認できた場所でもあるんじゃないかなっていうふうに思います。さあそして現在ですが、まあ野球少年の指導ですとか、また永遠の野球人ということで、はい、V スライダー株式会社 V スライダーを設立されて、はい、代表取締役に、そうですね、就任をされていらっしゃるわけなんですが、これまさにあの V スライダーというのはバーティカルスライダー、はい、僕も決め球ですね、はい、を社名にされた、はい、実際どんな活動をされていらっしゃるんでしょうか。まあ、主にあのスクールが主にやっていまして、はい、やっぱこう未来の野球選手を、まあ、僕の場合千葉で17年間こうちょろってでお世話になったので、はい、こう千葉に何かしらの恩返しができたらなっていうのがあったので、こう千葉県出身のそのアスリートをもっとたくさんこう作れたらいいなっていうのがすごいあって、そうすればこう千葉も盛り上がるし、やっぱ家族だったりもやっぱ近い場所で選手がこういたらもっとこう親密になると思ったので、もうただそれだけですね。その千葉出身のアスリートを作りたい。だ僕はもうその野球だけじゃなく、はい、いろんなスポーツ、まあ、僕もバスケットもやってたので、そうですね、むしろバスケットもやったおかげでその野球に大事なものもこう身についたというふうに思っているので、はい、野球だけじゃなくいろんなスポーツを混ぜて最終的にこう野球からのこうプロスポーツ選手になれればいいのかなっていう、だそれがこういろんなサッカーであったり、はい、バスケであったりバレーボールであったりラグビーであったりいろんなスポーツにこう選択肢を広げて歩けることで、こう子どもたちもこう自分からこう好きにできるのかなっていう、やらされてやるよりも自分で選んでこうやっていった方がこう伸びるんじゃないかなっていうふうに思うので、もう本当にこう千葉県でを盛り上げたい、いいですね、ですよね。まあ、ロッテで17年間いたんで、はい、そうですね、はい、そういう子たちをこう指導したいっていうのがちょっとずっとあったので、はい、まあ、では今後もその指導者としての部分を軸に、はい、そうですね、あとはもうロッテだったり野球界を盛り上げたい、やっぱこう現役の時だとやっぱファンとの触れ合う時間だったりって結構少ないかったりするんですよね、実は、はい、うん、オフのそういってあのイベントだったり、あでもそうですよねっていうのがやっぱ、はい、あれだと思うんで、もっとこう近くファンとこう触れ合って、例えばそのファンの人がこうどんなことを選手に求めてるかっていうのを聞いてみたいし、やっぱそれをこうロッテの選手だったりにこういう風にした方がファンは喜ぶよとかっていうふうにアドバイスもできると思うんで、架け橋ですねっていうふうになれればいいなっていうふうに思います、はい、でもロッテだけじゃなくそれはもう全球団、まあ、野球界を本当に盛り上げたいっていうのもありますし、いろんな各地でこう野球も実際にこう今までやってた側ですけど見てみたいっていうのもありますし、はい、いろんなやっぱ球場行ってみたいっていうのは個人的にすごいあるので、だそういうのがこうファンの皆様と一緒にそうやってなんかこう、あ一緒に、はい、観戦できたらもっとこう楽しいのかなっていう、最高ですね、はい、僕目線のこう野球解説とかがこう間近でこう生解説ですか、そうですそうです、そういうことがこう今までできなかったけどこうファンとの触れ合いがこうたくさんできていければもっとこう面白いんじゃないかなっていうふうに思うので、そういうつもり、まあそういうつもりというかそういう思いをやっぱしたくて
で会社を立ち上げて、はい、やっています。それを待ち望んでいる方も大勢いらっしゃると思いますので、そうですね、はい、ぜひ早くこうコロナが落ち着いて、あ、そうですね、もう自由にこう、ね、楽しくみんなでこう野球を見に行ける、環境のができれば、はいはい、もっとなおさらいいのかなというふうに思うので、はい、いや今後 その活動というのも応援しておりますし、はい、楽しみにしております。僕も楽しみです。そうですね、本当ですよね、はい、貴重なお話ありがとうございました、はい、ということでですね、最後に、内さんの、サイン入りの T シャツをプレゼントをさせていただきますので、ご希望の方は概要欄から、応募方法をチェックしてください。たくさんのご応募お待ちしております。はい、お待ちしてます、はい、ありがとうございます。そしてまだチャンネル登録がお済みでないという方も、このタイミングに OB クラブのチャンネルとうっちんチャンネルの、あ、うちんチャンネルのよろしくお願いいたします。全然頭に出てもらったすみません、僕の YouTube、はい、うっちんチャンネルあると思うので、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、そしてね、グッドボタンもぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで無理やり言わせてしまいましたが、ありがとうございました。全然なんかあったっけなと思ってちょっと全然出てこなかったです。はい、皆さんうちんチャンネルもお楽しみに、はい、よろしくお願いします、はい、ということで今回のゲストは内達也さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OBクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101107110いきます。111ピンピンピン。